6月の24日付でですね、復興庁の浜田副大臣から子ども被災者支援法に基づく支援対象地域の縮小廃止を検討すべき段階にある、科学的に縮小を廃止すべき状況であることの確認をしておきたいと、院長宛てに来ていると思うんですが、これについて規制庁として翌日に回答しているんですが、なぜ公開の会議を開かずに、規制庁として回答したのか、まずそれをお聞きしたいと思います。復興庁の方からは支援対象地域の縮小廃止を検討する上で の科学的な見解を求められたわけですけれども、回答としてモニタリングの結果という事実関係、それと原子力災害対策本部が示している避難指示解除の要件である20ミリシーベルト、それと付き合わせて考えたときに、これは専門的な判断によることなく、事実関係として明らかに避難する必要性のある状況ではないというふうな判断ができるというふうに考えまして、原子力規制庁のクレジットでご回答させていただいたということでございます。回答、規制庁の名前で回答するということについては、その内容も含めて私は確認しています。よろしいでしょうか。はい、あとその避難すべき線量ではないとことなんですけど、何ミリシーベルトから避難する線量でないのか、田中委員長の見解をお聞きしたいんですけど。それは規制委員会で前に安全安心のところで一応その現存被爆状況っていうのは今その1から20ミリで20ミリシーベルト、年間1、20ミリシーベルト以下になれば国際的に見てもそこに住みながら線量の低減化を図るということを言われてて、そのことを我々はそれでいいということを申し上げています。それでただ今回事務方が調べていただいたんだけれども、その後福島市とか伊達市とか川又とか二本松とかいろんなところで個人占領権を実際測ってる。ほとんど小中学生の占領はもう1ミリ、年間1ミリシーベルトを超えるようなことはないんですよね。一部で大人で農家の人なんかが畑作業なんかをした人で2、3ミリっていう人がいますけど、それは何万人に数人っていう程度なんで、もともとですよ、その自主避難っていうのがね、99%、97、98% 以上の人がみんなそこに住んでた時に自分は嫌だからってで避難したわけですから、それを国がどういうわけかそれを支援するっていうことになっちゃったんだけれども、そもそも論から言うとやっぱりそういうものなんだと私は思ってまして、そのことはここに来る前から私はずっと申し上げてます。2013年の11月にですね、その帰還のための安心安全検討チームで示されたものについては、国は個人の方々の選択を尊重しなければならないと、占領はもちろんですけど、そういうふうに記載がされていてですね、その避難の基準について、避難すべき占領ではないとこう言い切るようなところっていうのはどうなんでしょうか。その個人の判断は個人の責任で避難する分には別にそれを自由なんじゃないですか。それについて避難しちゃいけないとかそんなことを国は言ってることは何もないと思いますけど、でもそれ以上のことを要求するんですか。その避難すべき占領ではないということはもう帰還しなさいということになると思うんですけど。いや、そんなことないでしょ。実際には避難区域でもいまだに戻りたくない方は戻ってないし、そういうところについては尊重されてるんじゃないですか。だから個人のその、判断についてはそこまでは強制はしてないと思いますけど。はい、よろしいですか。支援の質問は最後でお願いいたします。もう一度お願いします。そこに対しての支援の必要というのはどう思われているのか。
そこにいた人の支援の必要ってどういう意味ですか。もともと自主避難の方っていうのは避難する必要ないという判断をしたところの方たちが避難してるっていうことでしょ。避難してくださいっていうことを言われた方たちが避難してるっていうこととはちょっと状況が違うと思いますけど。はい、同じ関連で同じアワープラン TV の白石と申します。そしたらちょっと田中さんにご確認なんですけれども一応その今人が居住している地域あるいは避難解除される地域では向こう 3,40 年は年間1ミリチーベルとか達成できないということは安心安全検討チームの中で確認されたかと思うんですが、その間というのはいわゆる ICRP の現存被曝状況の中の参考レベル、中間的なですね、そういったものを設定するっていうか、20ミリと1ミリの間の下方のバンドに指定することもできるんですけど、それについては田中委員長は必要ないという、数十年間必要あると考えているか、あるいはその必要はないというふうに考えているか、そこをちょっと教えていただければと思います。そもそもその ICRP が言っている参考レベル現存被曝状況というものをどう考えるかということだと思うんですよね。で、ある程度の線量があるところは時間をかけて生活をしながら線量の低減化を図っていった方がいいということは安全安心のところでも申し上げましたし、そういうふうになってます。で、そのためには一人一人の行動によって全然線量が被曝線量が違うから、個人線量計をつけてそれをモニタリングしながらそれをウォッチして生活指導とかいろんな対策を立てた方がいいということも安全安心の中には入ってますので、そういうことをしていった方がいいということを申し上げているんですね。ということは現存被曝状況の中でそのいわゆる中間的な、参考レベルを設定する必要はないというふうにお考えということで一応確認はそういうことでしょうか。いや、それはね、できるだけ下げた方がいいんですよ。いいっていうことになってます。だから1と20の間は随分幅があるということもありますし、私自身はここに来る前ですけれども、子どもやお母さんお父さんが別々に生活するわけにもいかないので、子どもの感受性というのを考えたりすればせいぜい5ミリぐらいじゃないですかっていうことは申し上げたことはあります、昔前の政権時代に。ただそれを個別に5ミリ、これで最後にしていただけますか。はい、5ミリっていう例えばですね、数字を検討、実際に2010年の段階で現存被曝については日本の国はその段階というか避難についてルールを決めてないわけですけれども、それについて今後この例えば規制庁なり規制委員会で具体的に検討するっていうお考えは、その具体的な数字としてはないっていうふうにお考え考えればいいでしょうか。いや、これはね、非常に今後の福島県民がどういうふうに復興に取り組んでいくかという意味では非常に重要な課題なので、国全体としてどこがやるかは別として検討すべきものだとは思います。で、放射線被曝の問題ですから、放射線審議会とかそういうところが国の機関としては中心にならなきゃいけないのかもしれませんけれども、どういう形で進めるのがいいかというのは今私が具体的に申し上げる段階ではないですけど、福島の復興ということを考えていたときには非常に重要です。